はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。少し前の動画になるんだけども、ロトの剣を隠しました。その結果結構ねダウンロードしてもらったみたいで、価値が結構上がりましたね。ロトの剣がダウンロード数1981、まあ、2000ぐらいですね。で、価格が、かなり上がったね。嬉しいことです。で、今日もね、新しく、お宝を隠したいと思います。はい。あ、で、なんか、こっちの段 ID を、知りたいっていう方がいたので、お見せしますね。確かこれで出ると思います。この右上の、やつが多分俺の段 ID だよね。90808420。これだと思います。はい。では、まあ、とりあえず隠していきますね。これ、ロトの剣を違うやつにしたら、さっきまであったロトの剣はなくなるのかな？いや、どうだろう？わかんないね。まあ、とりあえず今回は、これ、天空の鎧を、隠したいと思います。まあ、結構簡単な場所で、この砂漠島の、駅を降りたすぐそばですね。そこに隠します。合言葉はナオチンですね。隠す場所は、まあまあまあ、ほんとすぐわかります。駅を出てすぐのところなので、まあそこを探してみてください。あ、いやもう探してもらうっていうか、教えた方がいいな。ちょっと動画を挟みます。このあたりですね。このあたりに、隠してますので、はい。ぜひ、撮ってください。まあ、多分、今回もダウンロード数が、4桁ぐらいは伸びて、価格も上がってくるんじゃないかな。はい。ぜひ皆さん、撮ってくださいね。では、お宝を隠します。あ、変更されるんだね。なら、ロトの剣のところは、もう、隠し終わりましたっていう告知をしとかなきゃいけませんね。はい。では、隠しまーす。では皆さん、よろしくお願いしますね。それでは、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。